クリスマス&冬至の聖なる休暇。九次元アクトゥリアン評議会。ご挨拶申し上げます。私たちはアクトゥリアン評議会です。私たちは皆様とつながれることを嬉しく思います。私たちは地球上での競争のエネルギーとそうした意識をとても認識しており、また異なる信念でさえも互いに対立させられていることをも知っています。そのため、冬至に近いクリスマス休暇に設定をし、冬至からクリスマス休暇に意識が向くよう設定されることになりました。12月25日は、あの4つの星が集まって、空に一つの巨大な光を生み出した日でもなければ、イエスと呼ばれし、人物が誕生した日でもないことは、多くの人々に周知されていることでしょう。12月25日は、冬至の麗しい祝福から注意をそらすために、イースター、復活祭にあまり近くならないように、冬至に非常に近い日を選びつつ、選択された日程なのです。それゆえ、現在では、クリスマス休暇を祝福する人々に比べて、夏至、冬至を祝福するという人々が、はるかに減少しています。さて、もちろん、イエスの教えは、非常に重要なものであり、彼が歩んだ人生は、マスターの域に達しています。それは、あらゆる人々に対して、現世で、どのようなあり方かのお手本なのです。それゆえ、このような素晴らしい自然界での特別な冬至という時期を祝うことと、イエスの生誕を祝うこととの間には、何の競争も必要ないのです。どちらも祝うことが可能であり、どちらも人類の集合意識の中で、それぞれに位置づけられると、考えることができるのです。私たちは皆さんが望む方法で夏至、冬至をお祝いし、太陽と母なる地球に感謝することをお勧めします。また、夏至、冬至や春分、秋分に地上にもたらされる大量のエネルギーを集めておろすというアンカリングをしている自分自身に対しても祝福することをお勧めします。あなた方の役割は、そのようなエネルギーを地上に下ろして固定するというアンカリングを行い、そうしたエネルギーを自分の体の中に巡らせ、エネルギーを仲間の人々と分かち合うことです。皆さんの役割は、意識の融合、統合、一つに団結するために、地上に存在しています。よって、クリスマスの商戦的な部分を指摘したり、教会に多くの人々を集めるために、冬至と競うことを選んだ人々に、怒ったりする必要はないわけです。どちらも祝えばよいし、二つの日付が近いことを、意識の統合の機会として捉えればよいのです。それは、地球と空、宇宙、工事領域を一つにする機会なのです。かつて、神々はあなた方の中に宿り、風や山や海などの中によりどころとして存在していると考えられていた時代がありました。そして、彼らが空の高みに置かれるようになると、人間と神の意識の間に大きな隔たり、分離ができてしまいました。しかしながら、皆さんは
すべての意識を一つにまとめるという統合を果たすために存在しています。神はどこにでもすべてに存在し、私たちはすべて、ある人は神と呼び、私たち誰もがソース、根源と呼んでいるものの現れです。繰り返しになりますが、生きとし生けるものの存在の中に宿るエネルギー、意識、フォース、力を表す的確な言葉が何であるかを競う理由はありません。さて、2022年の地球での取り組みを皆さんと一緒に終えるにあたり、皆さんには統合することが本当の自分、真我になっていくための方法であることを私たちは思い出してほしく思っています。これ以上、不必要な分離や隔離を生み出す必要はありません。今こそ、そのような幻想は捨て去り、私たちは一つの存在として、このような愛そのものの宇宙の中で、一つのフォース、力として、共に団結して歩んでいくことができる時なのです。そして、自分の心の中に、そのような愛を感じたなら、それこそが自分が適切な道を歩んでいることを知る時です。地球にはあなた方が対立し、戦い、裁くことになるようなエネルギーや意識がまだたくさんあると言われているでしょうけれども、そうではありません。それは全く違うということです。すべてが皆さんの心の内側と外側の外界とで、愛する必要のあるものを反映してくれています。そして、どちらも愛することで、皆さんは統合して一体となり、この惑星地球での根性の使命の一部を果たしていることが知れるでしょう。私たちはアクトゥリアン評議会です。私たちは、皆様とつながれたことを楽しんでいます。いかがだったでしょうか。今回のメッセージが気に入っていただけたらコメントで教えてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。あなたの日々が幸せでありますように。幸せの法則でした。